プリウスフレンドマチック取り付け用専用車タイプ4、異常操作の流れ。プリウスフレンドマチック取り付け用専用車タイプ4は、乗り降りや運転操作をスムーズにする様々な装備と、車椅子を電動でルーフ上に収納することができるウェルキャリーを装備しています。まず最初にリモコン式専用運転席パワーシートへの異常の流れをご紹介します。車椅子を運転席に近づけて止め、車椅子のブレーキをかけます。リモコンを操作してシートを一番後ろまで移動します。異常ボードを伸ばして車椅子の左側フレームにかけ、車椅子固定用ストラップで固定します。異常ボードを利用して車椅子から運転席へと移乗します。ストラップを外し、異常ボードを畳み乗り込み完了です。次にウェルキャリーの操作の流れをご説明します。リモコンスイッチの下を押し続けると、ウェルキャリーの上部が持ち上がり、ユニット全体が横にスライドした後で一旦停止します。ユニットが停止した位置から再度リモコンスイッチの下を押し続けると、ボディ保護のプロテクターと釣りベルトが加工します。車椅子座面の吊り上げバンドにフックをかけます。リモコンスイッチの上を押し続け、車椅子に手を添えながら吊り上げます。この時車椅子の後輪がセーフティーガイド内に収まっていることを確認してください。さらにリモコンスイッチの上を押し続けると、車椅子はプロテクターとともにユニット内に収まり、その後ルーフ上に収納されます。